こんにちはい、本日は仕事と人間関係のストレスを手放すネガティブマネジメントをされている奥塚ずれさんにお話を伺っていきたいと思います。はい、奥塚さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは奥塚さんさん、あのー、自己紹介を、あのー、今やられていることの自己紹介を、あのー、簡単によろしくお願いいたします。はい。 えー、こんにちは。えー、僕は現在自分に自信が持てなかったり、まあもやもやしている方に向けてね、まあ、思い通りの私になれる感情の向き合い方っていうのと、まあネガティブ思考を克服して、まあ人生を好転させるためのサポートをしている奥塚蓮と申します。特に仕事と人間関係のストレスを手放すことが得意で、まあ、自分のこの経験と心理学と脳科学をこう折りまぜたネガティブマネジメントっていうのを確立して。 ををを感じてていいる方の道を切り開くお手伝いをしています、まあ、具体的にどのようなサポートをしていたしてるかっていうと、まあ、会社での人間関係の改善や、まあ、ついネガティブ思考になってしまう時の感情の向き合い方あと、まあ、具体的に言うと年収を上げる具体的な方法なんてこともお伝えしてます、はい、まあ,あと女性で言うとこう理想の彼氏をゲットするためのマインドセットとか まあ具体的なコミュニケーション術などを伴奏しながらサポートしています。はい、ともう一つあるんですけど、個人起業家さんとか、まあ、個人でビジネスされてる方でいうとね、こう講座とかセッションに集中したい方のビジネスのサポートなんかもしています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろししくお願いします個、はい、個人人のののことからその個人の、まあ、一番ベースになるのは 本当、個人の感情の向き合い方とか、うん、あと、ネガティブ思考ですよね。やっぱり日本に自信がない方とか、ねはい、やっぱりどうしても思考がマイナスになる方ってすごく多いと思うので、うん、そういう個人的なところから、うん、本当あの、未来を作っていく理想の。うん 彼を得たりとか、理想の仕事をしたりとか、うん、そういう,うん、うん、あの仕事のマネージメントのところまでかなり幅広くあのやられている、はい、いますね。はい、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらね、今おっしゃっていただいたかなり幅広く本当個人のことから会社のことまでうん、うん、あの寄り添っていくようなお仕事をされてるなと思ったんですけれども、うんうん、そのようなことをやられていてどのような夢やビジョンをお持ちですか？ えと僕はこの支え合ったりこう分かち合える世の中になったら最高だなと思ってて、まあ、例えばこの人の価値観を否定したりとか、まあ、誹謗・中傷がまだまだあるこの世の中でねかなんかこう奪い合いをするよりこう譲り合いとか分かち合いができる、まあ、そんな心の余裕がこうある社会っていうのを目指してるんですね。はいでまあ、僕のの今までの人生 を通して、ね、こう依存しながら自立しようっていう信念があるんですけど、うん、まあ僕の中で依存っていうのはこう助け合いっていう意味で自立っていうのはこの足の引っ張り合いをしないっていうことなんですけど、まあ、それからこう共存共栄していけるような関係性をこう築けていけるこう世の中にしていきたいなっていうところです。はい、以上ですすありがとうございいます、うん、今あの、ね、先ほどやられている、はい 個人のその感情の向き合い方とか、やっぱりそこってすごく大きいのかなと思うんですよね。うん、で、うん、それができたときに、あと、まあ自分がねやりたいことを見つけて、そこに向かっていくっていうことができたときに、うんあの、本当にそうやって、その自分の子が立って、ようやく分かち合いとか支え合いとか、そのあも、うんあの 本当に奪い合いの依存じゃなくて、もう自分が満たされた状態で、うん、それで人に与えていくような、そう,うん、そういう共存共栄の社会を生きたいっていうところがすごくよく分かりました。やられていることとすごくつながってるなと思って、うん、もしじゃあそんなようなことが実現したときには、うんど、どんな社会に、どんなイメージになってますか、奥塚さんの中で。まあ、例えば、ね <laughs> まあ変な話こう道路を歩いてて目の前で人が倒れたらこうすって手を差し伸べれるような、まあ、自分がどんだけ急いでたとしてもねそれぐらい一人一人にこう心の余裕があるような社会でこう、まあまあ、僕が一番メインはその虐待がない世の中になってほしいなっていうのが一番強くあって、まあ、そういう世の中にこう心の余裕があればどんどんつながっていくかなと思ってるんで。 まあそれを目指して本当今あのねこの今の社会が本当にあのコロナパンデミックが起きてからやっぱりみな、うん、皆さんやっぱり経済の不安とか、まあ、健康もそうですけど、うんうん、そういったところでやっぱりすごく心の余裕がなくなってきている、うんうん、今この現状があるのかなって。 って思うので、うん、まあそんな中本当に一人一人の心の余裕を作っていくっていうことが本当に大切だし、それにより本当に、うん、あの助け合ってあの明るいね平和ななんか社会がもたらされるようなイメージが来ました、うんはい。はい、ありがとうございます。はい、うん、ありがとうございます。そうしました。それを具現化するためにどんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？うん そうですね、まあ、2024年はね、こうもっと、まあ、僕自身がこの多くの方と交流したり、まあ、僕自身もっとこう今、オンラインだけで活動してるんですけど、まあ、積極的にそういう機会に参加して、まあ、人とのつながりでこうどんどん輪を広げていきたいなと思っているのと、まあ、自分の世界とか、まあ、関わってくれた人の世界を広げていきたいと思ってます。あと、ちょっとね、これは余談になるんですけど、2年以内ではね、こう心とか感情などに関連する。 本の出版ができるぐらいまで影響力つけて。まあ、自分のこれまでの体験とか、うん、まあ、言葉でこう人の心を癒しながら。前進していけるように、こう勇気づけたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。今、じゃ、そういう、あのー。まあ、今、オンラインの交流から幅を広げて。うん、で、さらに、二年後に本を出して。で、あのー。そういう言葉で。 すごく、うん、あの人を、やっぱり、あの、ね、心の余裕とか、やっぱり支え合いのところを。作っていくための活動をしていくっていうことですね。うんはい、そうです。はい。はい。ありがとうございます。そして、まあ、あの、次の質問に移らさせていただきますね。その、目標や計画に対して、現在どのような活動自身を持って。どのような、あの、活動をなさっていらっしゃいますか。 そうですね活動指針でいうと、まあ、どんな人にもなんかこう欠けている部分っていうのはあって、まあ、その欠けている部分って、まあ、かけがえのない部分って言ったりするんですけど、まあ、その人だけの魅力に変わるっていうことを伝えていきたくてで、まあ普段はこう毎日 SNS で発信とかしたり SNS の投稿を見てくれた人の背中を少しでも押せたらなと思って活動してるんですけど、まあ、あとはもう個人的にセッションとか、まあ、コーチングとかコンサルっていうのも。 まあ個人でやらせていただいてるんですけど、まあ、こう人はこう人で磨かれるって言葉があるんですけどね、なんか僕、会社員の時からこう人に教える、伝えるっていう時間がとても長くて、まあ、特に関わった人たちからこう一生ついていきたいとか、人生観変わったってこう言われることが多かったんで、まあ、無意識にこう人と関わるのが好きだったんだなっていうのがあって。 まあ、一つの会社の中でこう終わりたくないなっていう気持ちが強くなって今こうちょっとフリーで活動してるっていう状況です。はい、ありがとうございます。もともとがやっぱり人に関わることがお好きであって、うん、やっぱりその今の仕事をやられる前からもやっぱり人にやっぱり慕われるというか、うん、そんな、ね、あの関わってよかったとかあの人生観ねうん、うん、変わったとか 教えてもらったことをなんかあの自分の教訓にしてもらえるってすごいことになっていす,、ね、<laughs> すごい嬉しかったでもうそういうあの会社で働いていらっしゃる時から周りの方にそういった影響を与えていくようなそういうものをなんかやっぱりご自身の中に持って今それを発揮してお仕事をされているような、うんうん、で今本当になんか、あのー、やっぱり。 人の心って、まあ、先ほども言いましたけど、社会がやっぱり、きって心をやっぱり窮屈にさせるような、あのうん、そんな状態にあると思うので、それを本当に解放して、ね、優しい心を作っていく、うん、<laughs> そんなことを、ね、活動されているんだなと思いました。い、うん、ありがとうございます。そうしましたらです、ねその、そもそもその夢やビジョンを持ったきっかけは何だったんですか でそこにはどのような発見や出会いがあったんですか、うん、ちょっとねきっかけすごい長くなっちゃうんですけど、はい、まあ僕のねちょっと幼少期の話になるんですけど、はい、まあ僕父親がちょっとものすごい短期で、まあ、とにかくこう血の毛が多くてね、まあ、暴力とか冒険いわゆる虐待っていうのを受けながら15歳まで育ったんですね。はい、で、まあ、まああの地獄の日々をこう語り出したら引くぐらいあるんですけど。 まあ例えばちょっと一度こう命の危険の感じる出来事がまあ小学生の時にあってまあ父がねその日たまたまイライラしててまあ僕がリビングでご飯食べてたんですけどまあ父はソファーで寝転んでたんですけどねまあ突然こうキッチンに向かってこうフライパンをまあ右手に持ってたと思ったらまあ鬼の行走でこっち向かってきたんですけどまあ僕も心の中でさすがにそれはないよなと思ったんですけどいきなり顔を殴られて。 でまあ、僕一瞬何が起こったかちょっとよく分からなかったんですけど、まあ、ものすごい衝撃とともに、ね、こう床に倒れてて、まあ、こう左のこめかみがパックリ切れちゃって、まあ、血がすごいだらだらと流れててね、はい、まあ口の中とかもすごい鉄の味がして、もうその間もずっとこうバリ造言吐きながら倒れてる僕を蹴ってくる状態だったんですけど、でまあんまりちょっと意識ないんですけど、まあ、うっすらした記憶なんですけど、その血が止まらなかった僕を見て、 まあ父親がね、こう病院行ってこい、ボケって言って、母親に連れられてこう病院に行って、まあ、米紙ん針ほど縫うっていうような家庭で育ったんですね。まあ、今でもちょっと残ってるんですけど、でその時にまあそういう家庭で育てたんですけど、僕がね、16歳の誕生日の日にね、こう一生懸命バイトして、やっと貯めたお金16万円やったんですけど、まあ、その16万円を握りしめて、バイク買いに行ったんですね、原付バイクなんですけど。 はい、でまあその日の夜、まあ、バイク乗って家帰ったら「まあ、誰がバイク買っていいって許可した」って言われて「まあ、今すぐ返してこいボケ」って言われてで、まあ、いつものように殴られたんですけど、まあ、その時ね、まあ、僕すごい悔しかったんですけど「まあ、すいません」って言ってこう、まあ、自分の部屋に戻った後憎しみと憎悪がその限界に達した感じがしてこめかみからもうブチっていう音が聞こえた感覚があったんですね。 でまあ、このままやったらちょっと父と差し違えてもなんかしてしまうかもしれないっていうのと、まあ、もしくは父親がね、こう感情を抑えきれずに、まあ、そのうちなんかこう悲惨な結果になるんやろうなっていうのがちょっと頭によぎったんですね。まあ、でもこのまま家出て、もうどうやって生きていけばいいかわからんっていう不安があったんですけど、まあでもその僕、僕も自立を選んでね、まあ、そのまま財布だけ持ってバイク乗ってこう家飛び出して自立したんですね、そのまま。 でまあ、家飛び出してからこう友達の家、点々と寝泊まりさせてもらって、まあ、16歳なんでまだバイト行けるところもなかったんで、年齢ごまかしながらちょっとバイトを掛け持ちしてたんですね。でまあ、当時、生活費稼ぐので本当に精いっぱいやったんで、修学旅行とかにも行けず、まあ、高校のね、この卒業アルバムのこの旅行ページにね、自分の写真がないっていうことがめちゃくちゃ悲しかったんですね。 でまあ、そういうところからどんどんネガティブ思考っていうのが芽生えてて、まあ、僕も卒業旅行も,もちろん行きたかったし、うん、まあそんな気持ちを、ね、こう抱えながら高校を卒業するっていうでまあ会社就職するんですけど、うんでまあ、仕事頑張る中この親にずっと縛られてた過去から人にとにかく指図されるのがもうめちゃくちゃ嫌で、うん、独立願望が人一倍強くてがむしゃらに仕事してたんですね。うん でまあ、運が良かったのもあって、まあ、現場からこう人事に移動して、役員7年間勤めさせていただいたんですけど、まあ、そこでこう海外5か国なんですけど、マレーシア、シンガポール、中国、タイ、ベトナムってこう技術指導とか、まあ、人材育成とかマネ、マネジメントにも携わってきたんですね。はいでまあ、もちろん日本でもやってきたんですけど、こう順調にキャリアは積み重ねてきたつもりやったんですけど、もう心っていうのがもう消耗する一方で。 もう30歳の時にこうメンタル崩壊しちゃって、そのままもう仕事を辞めちゃって、もう3ヶ月、本当に本当に家から、家からというか、布団から動けずにもちろん家からも出なかったんですけど、そこからまあ少しずつこう太陽の光を浴びるようになって、散歩できるようになって、今までね、ビジネス本ばっかり読んでたんですけど。 ま心理学とかちょっと脳科学の本っていうのをこうむさぼるように読み始めるんですね。はい、でまあその時にこ,う、まあ、このまんまの考えじゃ前に進めないんだなっていうのを気づいて、まあ、またこう働き出すっていう決意ができたんですけどただそこから働き出しても、まあ、長続きがせずに、まあ、5年間で転職も13回ほど繰り返して結構生きづらさっていうのを自覚してたんですね。はい でもその時に特に思ってたのがもう、あもう俺ってほんま社会不適合者よ、ああっていうのを常々思ってて、まあ、でもどうにか現実変えたいって腹の底ではかか抱えてたんですね。はいまあ、その時偶然、まあ、その時ちょうどツイッター、今は X になってるんですけど、まあ、SNS で大山志乃さんっていう方と出会って、はいまあ、このインタビューもね、ちょっと受けられてる方なんですけど、はいまあ、その志乃さんのシ理セッションを通して心から救われたんですね。 うんうん、でまあそれからまあ4ヶ月ぐらいでもう会社辞めて脱サラしたんですけど、はい、でまたがむしゃらにこう走り出してるっていう感じでまあ前とは違ってねメンタルもすごい安定しててこう今自分のフィーリングがこう合う人と仕事してるんですね。でまあこの時の出会いからこの自分のこととか、まあ、人のことをまあ本当の意味でこう愛せるようになったなっていうのがあって。うんうん この経験から、ね、こうより多くの方が心からこう安心してやりたいことをやって、まあ、後悔しない人生を歩んでほしいと思って今活動してるんですね。はい、でまあ僕ちょっとね話逸れるんですけど、まあ、僕めっちゃ好きな言葉が2つだけあって、うんまあ「鋼の錬金術師」っていう漫画があるんですけどご存知ですか <laughs> <laughs> ちょっと漫画はねこの <laughs> なとこ見名前だけ知ってるんですけどはい、まあ、この漫画に出てくるね言葉でね「10交換」っていう言葉が好きで、うんまあ、自分が欲しいものがあるなら先にそれ相応の対価を差し出すっていう意味なんですけど、まあ、それと同じような意味の言葉でね僕の胸に深く突き刺さった言葉があって、まあ、結局 あなたが受け取る愛はあなたが与える愛に等しいっていう言葉なんですけど、まあ、過去の僕っていうのはね本当にこう愛に飢えてたんですね、うんまあ、愛してほしい愛してくれでまあ言う前に本当はねこう自分が自分のことを愛してあげないと、まあ、人のことも愛を持って接しないとこう愛って返ってこないねんなっていうのに気づいて、まあ、この大切なことに気づいてねこの僕はこの愛のある世界で まあこれからも生きていきたいと思ってるんですね。うん、まあこれがね、ちょっと長くなったんですけど、まあ、僕がこう夢を持ったきっかけです、はい。ありがとうございます。なんかもうちょっと本当、はい、うるうる来ちゃうような。本当になんか <laughs> あの壮絶なと言いますか、うん、いやだって家を出たのが16歳とおっしゃってましたけれども、うん、まだまだなもう子供じゃないですか、うん、す16歳にいて。 であ本当涙出てきちゃうけど、16歳の時に、<laughs> なんか本当にね、あの一番愛してほしい、一番近くにいる自分を産んだ親にね、愛されなくって、で愛されないどころか、そんなフライパンでね、あの殴られたりとか、自分で一生懸命、 ね、あのお金を貯めて自分で自分に、うん、あのん買ってんじゃなくて自分で買ったものなのに返してこいとか言われたりとかそこの、ねあのー、本当は自分も愛したいけどだけどもう憎しみとか憎悪しか出てこない自分にも、あのー、自己否定するような気持ちにもそうなんですよ 本来だったらこうあるべきなのにみたいなあの、うん、自分の姿もねだからそこのなんか辛さがすごくあるなと思って、うんうん、でそこからねまたあの16歳だけれどもいろんな仕事、ね、年齢もごまかせて、うん、普通に働いたら働けないだろうからなんかそういうことをしながらあの本当に自分のもう必死で生きてきたんだなって 思いましたでそこで得た仕事でも本当になんかあのー、やっぱりあの最後にねあの自分で自分を愛,愛することが大事なんだっておっしゃってましたけど、うん、やっぱりそういうのが分からない時って仕事で成果を得てそれ認められようとするだろうからだから仕事でも本当人一倍頑張ってきてキャリアを積んできた先に、まあ、心がぽっかりと。 そうなんよ。おっしゃる通りでねそのなんかそのえとまあ給料だとか、まあ、地位とか、うん、まあ僕車とかもすごい高級車乗ってたんですけどなんかそういうものとかブランドもんとかでなんか自分の存在価値をアピールしようとしてましたねうん 自分はここにいるっていう、うん、そういう存在意義とか価値をねあのまあだから人間あの分からないと本当のこと分からないとそういうふうにまあ世の中がそういうふうになってますからねだからやっぱりでもそうやってあのなあの満たしていたように見えても、うん、本当は満たされてなくもう心が疲弊して。うんうん もうな何もなかったっていうところで、うん、またそこからね,あのねあの自分を不適合者だって責めたりとか、うん、なんかそういったこともしながら、うん、でもそこであのようやくビジネス本から心理学とか脳科学とか、うんねうん、人間を知るところにいったっていうところですね。うん、そそそうううなんですよ でそこでなんか志乃さんとの出会いがあって、うん、そこから本当大きくなんか本当になんか大転換ですね。あそうです、ね、<laughs> がもう本当になんかあの自分の人生をもう自分を見つけて自分の人生を見つけたっていう、うん、そこから本当になんか奥塚さんの人生が始まったっていうような。うん そんな風ううにあの聞こえてですね。で今度はねそれをなんか自分で得たものを多くの人にやっぱり知らせていきたいっていうことでうん、うん、今活動されてるでしょうしやっぱり自分が抱えてきたつ、うん、辛さっていうのは少なからずあの皆さん抱えているあの大小、ね、大きさは違えどみんなやっぱり抱えてること。 だと思うので、まあ、そうした人たちを今度は救っていく側にでもそこで本当に、ねうん、あの会社でもやっぱり奥塚さんの言葉に救われたっておっしゃってた、うん、そういう学,学ぶ前でもそういう資質を持っていらっしゃったので、うん、本当になんかあの使命を見つけたっていうふうに、うん、はい思います。うん、はい はい、ありがとうございます。ます素敵なお話と、今でも、うん、多分んねあの、お顔も全然違うんだ、今もう優しい雰囲気の,あのお,お顔から、なんかあのすごくにじみ出てるので、もう本当にすべてがガラって変わったんだなっていうふうに思います。うん、<laughs> そうですね、昔はこう、うん、キレキャラやったんで、<laughs> <laughs> 全然そういうのも伺かずえず。 そうしましたら奥塚さん最後にですねこちらの動画をご覧の皆様に一言メッセージをお願いいたしますはいえー、っとね僕は、えー、っとどんな人もね、えー、存在価値がない人なんてこの世にいないって信じてますまあ心の傷とかまあトラウマコンプレックスってこう虐待を受けるような家庭で育ったからできるっていうものじゃなくて、まあ、幼少期に親の顔色をうかがったりとか まあ親の機嫌取ったり、いい子を演じてたりとか、まあ、逆にね、こう親の面倒を見たりとかね、まあ、子供の時にこう目いっぱい、子供の体験できなかった人が、そのまま大人になるとね、こう必ず社会で生きづらさっていうのを抱えるんですね。ん、まあ、なら僕みたいにこう社会を不適合者と思ってもやもやしたり、まあ、それこそ自分責めちゃったり、まあ、自己否定したり、まあ、自己犠牲しちゃったりする場合も多いんですね。 まあ、心の傷ってね、本当にこの大きさとか深さが見えない分、見ようとしないんですね。<ー>まあ、見るのがめんどくさいし、まあ、そもそも、まあ、これ以上傷つきたくないし、わ、ま、ざわざこう傷を掘り起こしたくないんですね。<ー>なので、こう、心と向き合うのっても正直怖い部分があるんですね。まあ、見て見ぬふりしてた方が、その場ってしのげるんですね。 までも必ず人生のどこかでも絶対に自分見失う場面が出てくるんですね。なので、一人で心と向き合うんじゃなくて、誰かに頼ることでね、心ってこう解放されて、現実って必ずいい方向に向かうんですね。まあ、そのお手伝いをまあ僕でよければさせていただいているので、またね、僕、公式 LINE とかもやっているので、LINE からメッセージいただければ対応もさせていただけますので。 あとね、こうお友達になっていただくとこう人生が好転する動画なんかも無料でご視聴いただけますので、まあ、何か感じるものがあった方はね、まあ、ぜひ一回視聴してもらったらなと思います。本日は、ありがとうございました。はいいありがとうございました、ね、本日は仕事と人間関係のストレスを手放すネガティブマネ,マネ,マネジメントをされている小塚蓮さんにお話を伺いました。はい こつかさん、はい、素敵なお話をありがとうございました。いえいえこちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。